カイ君、ハーフっていうふうに伺ったんですけども、うん、どこの国とどこの国のハーフなんですか？日本とウェールズのハーフです。ウェールズ、うん、ウェールズっていうとイギリスのウェールズですかね、うん、まあ構成国の一つのウェールズっていう感じ、ね、なるほど。ちょっと皆さんにウェールズについてあまり知らない方多いと思うんで、うん、簡単に教えてもらってもいいですかね。イギリス連合王国っていうのがあるんですけど、その構成国の一つがウェールズですね。まず連合王国イギリスの中にイングランドとスコットランド、北アイルランド、そしてウェールズがあります。まずイギリスって国がだいたい人口6700万人くらい今いるんですけど、ウェールズは本当その中でも300万人くらいの小さい国です。イギリスっていうのがロンドンに首都があって政府議会があるんですけど、各地域に関しても議会があって、ウェールズ議会っていうのもありますと。ウェールズ議会は外交と国防に関しては権限を持ってないんですけど、それ以外の農業政策みたいなところであったり商業政策に関しては議会で独自の法律を決めて動くことができるので、そういう意味では、まあ、本当に国っていうことではないかもしれないけど、国に近いような状態で回っている地域っていうイメージを持ってもらえればなと思いますと。ウェールズっていうのがイングランドとかスコットランドと、まあ、同じに見えるかもしれないんですけど、実際結構違うことが多くて、まず一つ目が文化ですね。民族構成がイングランドと違う歴史を持っていて、ウェールズっていうのがケルト系って言われる、もともとイギリスに住んでた人たちがの末裔が住んでいるエリアと言われてます。でイングランドっていうのが大陸から来たアングロサクソン系っていう人たちがいるんですけど、その人たちに侵略されてウェールズまで追いやられたみたいなところがあるので、民族構成っていうのは結構違うっていうような特徴がありますと。でケルト人の文化でいうと、結構その音楽が強くて、ハープとかはケルト人のものだったりとか、あと今でも言葉がですね残っていて、ウェールズ語っていうのがあるんですよ。でウェールズ語に関しては結構もう文法も全然英語と違くて、で人口大体今50万人くらいしか話さないって言われるんですけど、地域によっては学校教育はウェールズ語をメインでやるみたいなところがあって、英語が苦手な人っていうのも意外とウェールズにはいたりします。ちなみにカイ君はウェールズ語は何か話せる言葉ありますか？いや本当挨拶程度しかできない。挨拶ぜひお願いしてもいいですかね。はじめましてが、まあ、英語だと Nice to meet you みたいな感じだけど、ウェールズ語だとブラーデヒケバルコテヒ。なるほど。ラテン語とかにちょっともうより近いって言われてますね。カイ君ちなみにウェールズは幼い頃といいますか、子供の頃に住んでたりとかはしたんですか？いや住んだことはなくて、里帰りだから、例えば本当に 2,3 年に1回おじいちゃんとおばあちゃんに会いに行くみたいな。ちなみにおじいちゃんおばあちゃんもいわゆるその英語的なグランパグランマは言わなくて、ナインとタイズ、おばあちゃんがナイン、おじいちゃんがタイズって分かれていて、なんかそういうところにも言葉は残ってるなって思いますね。うん、お母さんがウェールズの方。お母さんがウェールズ人で。うん、お母さんはちなみになんで日本に来られたとか。お母さんが大学を出た後に、イギリスっていわゆる日本の新卒のシステムがなくて、大学辞めたら空いてる仕事のポジションに応募するみたいな感じなので、まあ、特にその新卒で入らないと社会人になりづらいみたいなことがなくて、で結構その卒業した後に旅行に行く人もいれば海外で仕事をする人もいるっていう。お母さんは英語を教えるために来日してきて、でなんか結果もう何十年も住んでるみたいな、そういうパターンですね。またウェールズのちょっと文化、うん、細かいところはぜひ後日教えてほしいなと思うので、うん、その時はよろしくお願いします。ぜひぜひ。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。